X2000SJ2000 は、スウェーデンの国鉄株式会社が、主に運行する高速鉄道車用、X2 を使用した列車のブランド名である。登場時の都職スウェーデン国鉄を運営していた、王立鉄道委員会によって1990年9月、ストックホルムとヨーテボリの間で運行を開始した。その後、ストックホルムを起点に、ヨーテボリのほか、 マルメカールスタとエステルスンドボローススンツバルなどへの路線網を展開している。ストックホルムとスウェーデン国外を結ぶ路線では、エーデスンド海峡を横断するトンネルと鉄道橋の開通で、マルメからさらにデンマークの首都コペンハーゲンに運行区間が延長された。他一時、ストックホルムとノルウェーの首都オスロを結ぶ列車も運行されていた。新四式列車だが、 日本の国鉄381系電車、JR 東日本 E351 系電車、イタリアのペンドリーノなどの動力分散方式と異なり、電気機関車と客車を組み合わせたプッシュプル方式である。なお、車体傾斜機能を有するのは客車のみで、機関車は有しない。最高速度は在来線ではロメートル毎時だが、ストックホルム近くの高速新線では、 時速2 1 0トルに達する。ストックホルムとヨーテボリの間の所要時間は約3時間である。一等車では食事サービスのほかイヤホンを配って、ラジオ放送、音楽のオーディオサービスも行っており、これらのサービスは航空機を意識したものである。他のヨーロッパの高速列車では、ユーロスター、タリス、スペインのアベニューも類似のサービスを行っている。また、 座席に電源プラグが備え付けられ、車内で公衆無線 LAN によるインターネット接続が可能である。ただし食事のシートサービスは、ユーロスター等とは異なりすべての一等車乗客に必ず行われるものではなく、切符購入時、または予約時に食事の有無を申し込む必要がある。車椅子を使用する乗客のための乗降用リフト、身体障害者専用客室を備え、 バリアフリーに配慮した設計が施されている。デンマークに乗り入れる車両は SJ の交流1 5ルト1 6に3ルツとデンマーク国鉄の交流2 5 k v 5 0ルツの両方の電源に対応できる改造が施されている。車体外装色は登場時は白ベースに青のストライプ、窓周りにダークグレーを配したカラーリングだったが2005年以降 内外装のリニューアルが実施され、クールグレー一式のシンプルなカラーリングとなった。また一部の車両は増結運転を行うために、戦闘部の連結器を常時使用できるように改造された。アメリカ合衆国の東海岸で、アムトラックがボストンからニューヨークを経て、ワシントン DC に至る北東回廊の高速列車に採用する車両として、フランスの TGV、ドイツのアイスなどとともに、 X2000 も候補に上がり、試験走行を経て一時期営業試運転にこぎつけたが、最終的に TGV を基本とする車両が採用されたため、X2000 を基本とする車両が本格的に営業運転に採用されるには至らなかった。オーストラリア東部でも X2000 車両の試験走行が行われたことがある。中華人民共和国では、広州と旧流を結ぶ、 高新鉄路の特急列車、新時速にスウェーデン鉄道からリースされた車両が本格的に営業運転で運用されていた。丸目中央駅に停車するリンクス X2X2000 の外装を変更し内装を改良した国際列車リンクスが2002年5月にコペンハーゲンとヨーテボリの間で最初の運行を開始した。その後、 ストックホルムとオスロの間でも従来の X2000 を置き換える形でリンクスが運行を開始し、コッペンハーゲンとヨーテボリを結ぶリンクスは、ヨーテボリからさらにオスロまで運行区間が延長された。リンクスは、スウェーデン国鉄会社とノルウェー国鉄の合弁事業による列車運行会社、リンクス社が運行していた。これによって一時は、北欧三カ国の首都総合間が、 X2000、または X2000 を基本とする車両による高速列車で結ばれていた。しかし、運賃が比較的高額である上に、所要時間が従来の同区間の優等列車より短縮されたとは、いえ、ストックホルムとオスロの間の所要時間が4時間50分程度で4時間を切るには至らなかったなど、所要時間で飛行機に対抗できるレベルではなく、 格安航空会社との競合もあり、2004年に同社の列車営業は終了した。ありがとうございます。